あ、おだーす。どうした？遅かったっすね。とうとうドッキリですか？な、いやいや、ドッキリじゃないです、ドッキリじゃないです。とうとうドッキリですか？おさん、遅刻っすよ、遅刻。いや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 、ここは全然6時間なんで。あ、まだ。あ、そっか。5分前出勤。5分前出勤。どうしたんすか？まだ今日何するんでしたっけ？今日普通練習やろ。曲の練習。たまにやっぱオリジナル曲やっとかんとさ、次のライブで全然できひんみたいになったら嫌やん。そうですね、結構1ヶ月ぐらい空いてますもんね。そう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 。なんかあの前にアイドルのあのなんだっけ、あの初見でカバーみたいなやったじゃないですか。あれ結構好評でして。あ、結構好評な、あれな、18万ぐらい回ってるか今。そうですね、まあ、なんでちょっと第2弾みたいなちょっとやりたいと思ったんですけど、どうですか今日。あ、いいんじゃない。いいですか、初見で何かやるってこと。そうで、前回まこさんちょっとあのはいはい、はい、不正と言いますかあったじゃないですか。いや、知らん。いや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 、まあ、なんでちょっと今回これから2人で曲選んで、なんか本当に2人聞いたことないやつ選んでやるってのは。ああ、いいんじゃない。ね、ガチ初見。全然ひろきも初見ってことやろ。もちろんもちろん。あ、いいよいいよ。やりますか。やりますか、じゃあ。じゃあ曲、あ、今選ぶってこと。あ、そうそう、今からちょっと一緒に選びましょうよ、ちょっと。え、ぐだらん、大丈夫。いやいや、これがガチの初見じゃないですか。ガチの。ぐだりそうやな。まあ、ぐだったらぐだったで。まあ、まあ、こんなもんですよと。実際やるとこんなもんですよ、まあ。そうそうそう、実際はこんなもんなんですよっていう。なるほどね。で、あの、僕曲選ぶセンスないんです、一緒に。オッケーオッケー、じゃあ選んでいきましょうか。いい感じの曲をお願いします。そうです。じゃあもうさ、曲を何します。とりあえずあれじゃないですか、ランキングみたいなから。あ、ランキングね。あ、あります。1位がアイドル、はい、これやったしな。やりましたね。すごいな、まだ1位やねんな。へえー、すごい。2位、これ何や、アイドルっぽいな。これは無理ですね。はい。で、サイン、あ、あ、これ、あ、これいいんじゃん。なんていう曲ですか。めっちゃロック、青の住処。青の住処。めっちゃロックやで。あ、ロック、ロックやった今。だいぶロックやったやん。あ、バンドっすかこれ。いや、多分北達也さんっていうソロの、あ、ソロの方。へえ。え、聞いたことあります？いや、ない。な、本当ですか。ないないない。いやいや、マジで今回は本当に。ロック、ロックじゃないとやっぱ無理やん。さすがに。まあ、さっきのアイドルとか無理やん。その要はギターとドラムが入ってないと。余韻が大人ブルー。これ無理やん。これは無理やん、さすがに。これなんですか、アイドル。大人ブルー。あ、知らん、新しい学校のリーダーですね。あ、すみません、全然知らなかったです。おぉ。マジで聞かない。聞かんねん。普段聞かないんですよ、あんまり。あ、キングヌーある、6位。あ、キングヌーさん。あ、ロックじゃないパターンかな。あー、あー、なるほど、難しそうですね。あー、ちょっと違うな。青の住処じゃない、やっぱだいぶロックな感じやし。これでいいんちゃう、サインやし。まだ全然聞いてないのにロックっぽかったですか。次、可愛くてごめん、スキッチューの俺もやっちゃってん、ショートで。これあー、そうなんですね。弾けるからじゃあダメっすね、そういうの。これダメっすね。ぐらいかな、もうちょっと下の方行きすぎたらさ、あ、人気的に。はいはいはい。青の住処がやっぱちょうどいいんちゃう、サインやし。今も多分あの呪術廻戦のオープニングテーマわかる。ああ、そうなんですね。へえ。結構みんなも多分知りたいと思うんだけどな。じゃあそれにします。お、これにしようか。じゃあ、じゃあこれで決定でいきましょう。え、他にないんですか本当に。キングヌーさんとかもバンドじゃないですか。いや、バンドやけど、でも曲がもうちょっとロックじゃないからさ、やっぱ今ちょっと聞いた感じドラムだいぶむずいねん。じゃあちょっともう一回ですか、全然聞こえなかったんですよ。多分イントロ一緒に流れたけど、ドラムが。あ、いやいや、かっこいい。ちょっと難しい。これ初見のかっこいいって。これはむずいっすよ、ちょっと今パッと聞いた感じ。ひろき、ちょっとビビった今。ビビったっすよ。ビビったっすよ。いや、これ初見で言ったらかっこいいんちゃう。行きましょう、これで。初見って、あ、ちなみにルール的には前回と一緒ですよね。あの、一回聞いて、あ、パートごとに、セクションごとに聞いていって、はい、で、すぐ、やる。現場でカバーするみたいな。なるほど。順番に。スタジオの時間今日短いですよね、そして。2時間っす。2時間。行きましょう、2時間で。レッツゴー。ちょっと準備だけして、ちょっと待ってな。ドラムはでも、ドラム自体久しぶりじゃん、ヒロキ結構。ライブぶりっす。8月6日ぶり。そう。やっぱ普段叩かんねや、全く。なんか前もこの話したな。そうっす。なんかライブないと叩かなくなっちゃいますね、なんか。やっぱライブって大事やな。そうっすね。俺もなんかその、まあ、普段から弾いてるけど、はい、やっぱライブに向けて弾くみたいなのがなくなると、はいはい。なんかそんなモチベーションそこまで。まあ、そうっす。そう。なんかライブもないと、ほら、あの、スタジオ予約して練習行こうってあんまなんないんですよね、なんか。そうやな。うん。やっぱなんかこう、目標というかさ、
ライブに向けて練習って大事やなってめっちゃ思った。そうですね、自分を成長させますね。せやな。じゃあイントロから順番に流しながら前みたいな感じでやっていく。そうですね、ちょっととりあえずじゃあイントロを聞いてみましょう。イントロ聞いてみる。はい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 、あーかっこいいけど、ま、むずいっすよ。まあむずいな、結構時間かかるさやなこれ。まあイントロはオクターブ奏法やね、ギターは。あ、それは多分え今ので分かったんですか。あ、多分それは分かると思う。ドラムいけそう。え、ドラムちょっともう一回っすけど、さすがにちょっとねあのむずいなっていうのだけ分かったんですけど。これはむずいね、なんかキメッキメっすね。オクターブ入ってその間のクリーンのアルペジオ入ってるんだけど、それが多分時間かかりそう。こういうのまずねキーを取らないと。今の A メロっすよ。あ、今の A メロ。キーってそうやって分かるんですか、キーって。多分ね、はい、F シャープ、G シャープ全部シャープついてるから、はい、カポつけた方がめっちゃ簡単だもんなこれ。早っ。え、それでもう分かったんですか。分かるっすよ。多分 C シャープメジャーちゃうかな、分からん。もしくは A シャープマイナー、まあ、多分 C シャープメジャー。なんかギターのそうやってコピーカバーしてる人あんま僕なんだこのその場で見たことないんですけど、うん、そんな感じなんですね。なんかあ、そう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 、ポンポンポンっていくんですか。まあまあコードキーぐらいは多分聞きながらいくつか音鳴らせば、はい、へえ。すいません、ちなみにキーって何なんですか。キーとは、まあ、カラオケのよくあるやん、キー上げて。ああはい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 、なんかあれのあの感じ。あ、がどこの音を基準になってるかみたいな、曲全体が。あ、なるほどなるほど。それが分かるとその使ってる音が全部分かんない。チューニングとは別の話なんですか。あ、そうやな、また違う。へえ。この中から全部から探すんじゃなくて、はいはいはい、キーが分かればそのスケールが分かるから。スケール、あ、 C シャープメジャーやったら、はいはい、あ、この音だけから探せば大体当たるから。へえ。もちろん例外もあるけど、はいはい、すっごい早くなるねコピーが。これなんかこの前あのほら公演の時聞かれてましたよね、スケールってどうやって覚えたらいいんですか。ああ、そうだ、覚えてたらまあ有利っちゃ有利やけど。へえ。そうそうそう、当てはめて全然わかんないです。これをつけるとシャープが消せるから。へえ。これ何じゃ、カポでしたっけ。カポ。へえ。え、なんで持ってきてるんですかこれ、たまたまですか。まあ、いつも入れてる。あ、そうなんですか。入れてる、入れてる。そうなんですね。入れてる。そっかそっか。またなんかちょっと疑いの空気になってるけど。いやいや、ギタリストだから入れてる。そうですよね、そうですよね。いや、なんかさすがだなと思って。やっぱそんなことでヒノキ大丈夫な。まあちょっと、いや、なんかそれっぽく、それっぽく。そうですね、もう一回だけ。これ何がむずいって、はい、鳴らして弾いて鳴らして弾いて、めっちゃ鳴らしながら弾いたら多分結構すぐコピーできないけど。ああ、でもドラムもそれは一緒っすね、多分。うん、ティー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 やから。そうですね。ティーティー。これは多分俺自信あるわ、これ合ってると思う。でもイントロがこんだけむずいと A メロ B メロもちょっとむずそうっす。いや多分 A メロ B メロほぼこうだと思うで、じゃらーんみたいな。 なんでわかるんですか。いや一瞬聞かんかったっけさっき A メロ。一瞬、ほんと一瞬ですよ。もう大体あこう、まあじゃらーんって感じだったらそのまま行くんちゃう、そいまでじゃらーんみたいな。なんか静かな入りでしたけど、まああれ続くんちゃう、そっから激しくはならんなっちゃうかな。なんでわかるんすかそれ。でも J-POP の王道ってあるやん、それこの前言ってましたよね。そう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 。大体あこの曲聴いた瞬間にもわかるやん、その A メロ多分こんな感じでみたいな。ああ、まあでもほら盛り上がるパターンもあるじゃないですか、やっぱそういうのはあんままだわか、あ、普段聞かんもんな、ひろきな。まあそうっすね。最近の流れみたいなあるやん。そうですね、じゃあそっか、まあ、とりあえず A メロ B メロは大丈夫なんですか。 俺はな、だ問題はやっぱヒロキよ。いや、まあ、まだ聞いてないんでちょっと。ドラムと一緒っすよね。あ、多分全く。あ、オッケーオッケー。ドラムむずない、ダッダスタ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 みたいな。あ、でもそれに合わせればいいんですよね多分。やってみるか、ちょっと一回やってみるか。じゃん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 、聞けるよ。ちょっとあのリズムを意識しすぎてちょっとあの何叩いてんだろうって聞いてなかったです。いきます？じゃじゃじゃスタ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 。ああ。ああ、そんな感じ。
今ちょっと最初のとこだけ。はい、はい、テンポが、いいんじゃないですか。アルペジオがちょっと時間かかりそうだな。ちょっと一回やってみるか、アルペジオ。あ、この後。そうそうそう、はいはい、ギターだけになるやん。じゃあじゃん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 が終わったんで、いいじゃないですか。結構テンポポンポンいかんとな、時間が。確かに。こんなん分かるんですか、すぐ聞いて。いや、まあ、多分やね。これはもう弾けたっていうことだ。まさか詳しくないですか、なんか。え、詳しくないですか、なんか。大丈夫ですか。まあ、初見はちょっと無理やったけど、ごめんやけど。2回聞いちゃったけど。まあまあ、そうですけど。なんか。でも弾けてるやろ。雰囲気っていうか、もう音は全部合ってるやろ。え、ギターってこんな感じなんですか、なんか。え、ドラムなら、なんかほら、それっぽくできるじゃないですか、なんか。なんか、ね、すごいですね。あの、音を当てるっていうか。いや、それはもう歴で言ったら15年以上はギターやってるからさ。まあそうですけども、まあまあ聞いたぐらい、まあスケールも分かってるし、はい、あとまあこのカポつけてるから、はいはい、結構難易度めっちゃ下がんね、アルペジオの。あ、それつけると簡単になるんですか。そうそう、最初もほぼほぼ開放で弾けるから。へえ、これなかったら結構多分難易度グッて上がんないけど。へえ、まあこんなもんよ。そんな簡単にコピーできるんですね。うん、多分今のまあスローにして拡大してもらって、みんな参考にしてもらっていいんで。そうっすか、うん、じゃあまあこの調子でちょっと次行きましょう。次じゃあ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 行こうか。なんかまだちょっと疑ってない？疑ってますよ、ちょっとは。なんかまだ、なんかマジで。いや、だって2人で決めたやん。まあそうっすけど、なんかチェックしてました？チェック、弾いたりはしてないんですよね。まあ仮に聞いてたとしても、そう、弾いてはないかなと思ってたんですよ。弾いてもないな。ああ、マジですか。うん、何？いや、本当にあの実力と言いますか。実力よ。だってまずこの企画もさ、ひろきがやろうって言い出してさ。まあそうっすね、今日あの、なんだろう、来たわけやん。そう、内緒で持ってきたんで。で、曲も2人で合わせようってなって。そうですね。で、1位から見ていって。そうですね。で、まあ青の隅か見つけて、あ、ロックっぽいやん、いいね、じゃあひろきがやりましょうみたいな、俺に。あ、じゃあいいよ、もうしょうがないなみたいな感じ。あ、まあでもなんか青の隅かちょっと押してましたよね、なんかやたら。俺が？なんか言ってましたよね、なんか。いやいや、ひろきよ、ひろき。いや、僕が言ってないよ。やりたいって言うから。いや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 。俺何でもよかったよ、マジで。あー。別にアイドルの曲でもいいし、EDM っぽいのでもいいねんけど、はい、なんかやたら青の隅か押してくるからさ。いやいや、動画見てください。逆に、逆に押してないですよ。逆にいけんのかなみたいな思っちゃって、ひろきが。あー、これちょっと聞いてやってるから。いやいや、僕は聞いてないですよ、本当に。マジで？はい。まあまあ次行くじゃん、もう、まあ、とりあえずちょっとやっていきましょうか。弾けたから弾けたでいい。はいはい、そうですね。あ、じゃあこれ A メロや。え、なんで A メロって分かったんですか、今のパッと聞いて。いや、いや、それ疑いすぎ、それは疑いすぎ。 A メロって分かるやん。すごい早かったっすよ。あ、待って、聞こえへん、聞こえへん、ちょっと静かにしてもらっていい？あ、すいません。ドルチャッチャッチャッ。いやー、あー、なるほど。まあ、それっぽくやりましょう。それっぽく、それっぽく。じゃあイントロだけ通してやってみるか。そうですね、イントロ通しで。うん、イントロだけ。じゃあちょっと通してみよう。ちょっと練習。あ、そうか、練習した。いや、じゃあその初見でやったら。あ、そう、ミスっても全然。あ、オッケーオッケーオッケー。じゃあ次行きます、ね。うん、そこカウント入れないとちょっとさすがに。あ、そっか、うん、どれぐらいでしたっけ。イントロ今のでいいですか？いや、いけてるやろ。なんか初見っていうハードルをまず忘れてるって。ああ、そっかそっか。全然全然。時間ないですからね、結構なんだかんだ。そうそうそう。セッティングで超時間使っちゃったんで、なんか。もう1時間ぐらい経ってるよ。リードとバッキングが多分両方流れてるけど、はい、どっちがいい？バッキングしようか。なんかドラムいなかったっすよ。みたいなやつと、もうジャラーンみたいな。
じゃらんでいくわ、さすがに。まあ簡単な方でいいんですかね。いやいや、むずい方で。むずい方でいく。その簡単な方みたいな、簡単な方選んでるみたいになるやん、そんな。時間ないですよ、マジで。できます？いけるいけるいける。いけるよ。ドラムないですよね、これ。え、なんか踏んでなかった？あ、マジですか。あ、ほんとだ。ハットも刻んでない。あ、まあ、キックだけでもいいんちゃう？そうっすね。ハットむずそうやったら。ちょっと省略しましょう、その辺は。あ、省略すんねや。だって時間があれなんです。むずいってことはやっぱさすがに、まあ、そうですね。このスピーカーマジでちょっとあんま聞こえないですよね。なんかイヤホンで聞きたい、まあ、まあペンタのミックス、ミックス、あ、言っちゃ、名前とか言っちゃダメですよ。みんな分かってると思う。じゃあまあちょっと多分もうさっき言ったみたいに、はい、もうキー分かってるから、なやねんけど、はい、多分な、結構エモい感じの曲やから、多分なナインスこれのコード進行繰り返しやね、最初。それで、なんですか、ドラマドットドットって踏んでればいいですか。そう。最初の4小節、一回し目は多分ってなって、その後に、はい、さーってどこですか、さーって。ちなみにさーって何ですか。さーって何ですか。さーってなるやん。あ、分からなかった。え、全然分かんないです。4小節一回し目終わった後に、はい、さーってなる。よく聞いてますね。今ちょっと盛り上がるから、よく聞いてますね。あ、全部白玉やな。まあでもいいか、刻むか。これが A メロ。 A メロちょっとやってみます。うん。あー、そこで、あ、そう。いや、さからさあだったら、一緒かな。あ、もう一回。あ、ここで踏んでるんですよ、そっか。踏まなきゃいけないのか。そう、もう全部踏んだらええんちゃう。わかりました。ちょっといきますね、じゃあ。うん。早いですか。まあ、いや、まあちょっと気持ち悪かったから。テンポどんなんでしょう。ちょっとミスっちゃった。こんなもんですよ、テンポ。1、2、3、4、1。うん、それぐらいでこれいきますね。うん、いきます。1、2、3、4。白玉でいくわ。あ、え、今さあの部分はもう分かった。さあって誰もいなくなりますよね、多分。うん。じゃあ、なんかほぼドラマ組んでる。いや、いいよいいよ。キラキもうちょい聞く。いや、厳しいや。いいです。行きましょう。初見なんで。いける？初見なんで。いいよ。マジでボーカルいないと本当分かんないですね、これ本当。え、でも感覚はあるし。あれじゃん。8小節、32小節。だから。32小節。64だな。64。16小節でもとりあえず誠さんを見てれば分かる。ああ、そうそこ一回ですよ。うん、分からん。 B メロかな。何ですか今の。適当続きを弾いてんのかな。違う。いや、いいんじゃない、いい感じちゃう。マジでよく分かんなかったですけど、まあとりあえず。ひろきも全然いけてるやん。だってバスドラ踏んでるだけですもんね。あ、そっか、拍が、あの、その小説が分からんか。分かんないです。あの、あとそのサーの場所がいまいち分かってないです。ああ、見失うよな。じゃあちょっと B メロいくか。だってこれ原曲もちろんギターがいっぱい入ってますもんね。いっぱい入ってると思う。打ち込み系の人やから、DTM。そう、それがないと分かんないですね、やっぱ。確かに、日本じゃちょっと寂しいよな。確かに。むずいな。いや、むず
あ、これサビ前か。あ、なるほど。流れ複雑やな。え、ちょっともう一回、ちょ、 A メロからちょっとその B メロまで聞いていいですか。え、ちょっとこれサビ、いや、サビ前キモいな、なんかな。入れます、今度ね。ちゃ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 。いや、あれ、まあ、再現無理ちゃう、生では。なんかドラムのフィルもなんかちょっと難しそうでしたけど、なんか。あ、じゃあ、サビ前までいくか。サビ前のあの、なんかフィルぐちゃぐちゃってとこまでやる。まで。うん。ちょっとフィル聞いてなかったんで、もう一回いいですか、ちょっと。あ、オッケーオッケー。かっこいいっすね、これ。かっこいいな。繰り返しを。あ、じゃじゃじゃみたいな。早っ。って感じかな、多分。わからんけど。早いっすね、マジで。いや、いける。多分ギターやってたらわかると思うで。まあ、そうなんですか。うん、なんかギターがやっぱ聞こえてくるからさ。ああ。それはドラムの人からしたらやっぱギターがそもそもわからんやろ。聞こえてけへんやろ。これギターそんながっつり入ってます？あ、もう多分うっすら、めっちゃうっすら。そうっすよね。なんか、うんうん、まるで本当に聞いてるかの、あの。俺が？え、だ。いやだから聞こえる、聞こえる、ここで音は聞こえるはずがに。こうやってるからさ。あ、そういう問題なんですか。そう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 。あ、ドラム大丈夫そう？ドラムはとりあえずなんかクラップ手拍子みたいな入ってて、その後にまたバスドラ踏んでた。ちょっと踏んでるな。で、その後になんか3連みたいなフィルがあったかなみたいな感じでしたけど。じゃあちょっとフィルまでやってみるか。ちょっとフィルそうっすね、やってみましょう。うん、いきますね。うん、ここ手拍子が寂しいな、さすがに。ちょっとなんか。いきますね。手拍子しておきますね、じゃあ。あ、オッケーオッケーオッケー。なんか手拍子ですよね。うん。今サビ前まで行ったね。え、マジですか。え、拍が分かってないじゃん。拍が分かってないです。拍がな、でも拍ここまでは多分普通だと思うね、拍的には。普通に。もう一回いいですか。あ、いいよ、いきますね。あ、合ってます。そうそう、今までフィルが入ってる。ドラムはちょっとわからん、合ってるか。合ってない。場所も合ってました、今ブスって止めたとこ。それヒロキがちょっと、ヒロキ完備よ、それは。俺はさすがにそこまで聞いてない。もう一回ですか、さすがに。そう、もう一回。やっぱ厳しい。いや、だって1回ぐらいしか聞いてないじゃないですか、1、2回。ヒロキだってシンプルじゃない、結構前よりだいぶ簡単じゃない。そう、シンプルなんですけど、なんかちょっとそのフィルがさ、なんかあの、あれじゃないですか、こう複雑な感じがするんで。あ、まあ、じゃあカメラ集中しちゃってんじゃん。ちゃんと聞いていいよ。あ、まだか、じゃあちょっと1回聞きますね。うん。OK。いやー、やっぱギターだけだとちょっと分かんなくなっちゃうですね、なんか。ちょっとぐだってんちゃうん、これ。ぐだりますよ、だって、むずいっすよ、むずいっすよ。ぐだってんちゃうん、これ。大丈夫？いやー、まあ、まあ、ダメならダメでね、やっぱ。あ、まあ、それもありか。そうっすね。無理でしたもありやもんな。まあ、真帆さん、すごいっすね、やっぱ。いや、それはね、いけるよ。すごい。ドラムも俺、結構これ、シーン簡単だと思うね。いや、ドラム自体は簡単なんですけど、なんか。じゃ多分拍もそんなに難しいって感じせへんけどな。やっぱそのギターだけだと本当に曲がね、ほら曲入ってないんで、マジで。いや、だから周りの楽器はもうそんな気にせず、自分の中でこうちゃんとカウントしてれば、あ、そうそう、ブレることもないやん。ちょっとカメラ集中しちゃって、ちょっと曲ちゃんと聴きますね、ちょっと。うん、じゃ頼むで、ちょっと。もう一回いいですか。ドラム要やからさ。そうですね、もう一回お願いします。バンドってやっぱドラム要やからさ。そう、聞きました、2回目です。で、あー、はい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 、オッケー、いきます、いきます、いけるちゃん、じゃあこれでいこう、いきましょう、うん、いきますね、あ、いいんじゃない、あとですよね、あとでいけた、今いきました、あとあのベースのドゥルンドゥルンドゥルンチャ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 みたいなのは、はい、そこはもうスルーでいくか、スルー、拍だけ数えていきます、
あっこ多分な、白多分テンポでやってない、ずらもうフリーでやってると思う。ああ、なるほど。ベースのなんか、はい、ニョ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 チャ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 、多分あれカウントしてもずれんちゃうかな。数えてみます。あ、じゃあサビやるかも、聞いて。あ、そうね、サビは多分さすがに簡単、王道やと思うね。ほんとっすか。そんな変化さしけへんと思う、この感じは。ここまで結構複雑やからさ。サビ初めて聞くんですよね。多分そう、だからその経験上な。ああ。のペンチポップ、ポップスはやっぱりここまで複雑にやると、はいはいはい、あとはもうシンプルなサビが待ってるでしょう。じゃあちょっと聞いてみましょう。予測。聞いてみましょう。うん。ひろきなんか、ちょっと面倒くさくなってない？大丈夫。大丈夫ですよ。大丈夫。はい。いける？あ、ちょっと、あとサビやけど。まあでもいいんじゃないですかね。イントロ A メロ B メロって今来て、あとサビやればそれっぽくなるってことですもんね。あ、まあまあね。あれ、これイントロ、まあいいか、サビやるか。サビやってみますか。はい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 。かっこいい。カッティングやな、ギターカッティングやな、これ。かっこいいっすね、疾走感あって。じゃあじゃあちゃか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 ちゃ。ちょっとこのセッティングでカッティングむずいから、はい、ちょっとアレンジしていくわ。アレンジ大丈夫ですか？難しくないですか？あれ、あ、なんか歪み用のちょっとこうリフっぽい感じの、あ、ズクズクさす感じ。はい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 。ヒロキはいけそう。あ、ごめん、ちょっともう一回聞いていいですか？あー、最後ちょっとあれやな、サンドマイナーに行ってんのかな。なんか最後ちょっと変やったな。マオさん、ほんと初見っすか？いや、これはあのジャストザ2オブアスっていう有名なコード進化で、これ、はい、もう今の流行りソングほとんどこれって言われてるぐらい。へー、あの丸の内サディスティックとか分かる？はいはいはい。 あれに使われてるコードで、なんかお決まりのみたいな。そう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 。だからもうこれはあ、もうこうっていう王道があるから、はいはい、これはさすがにいけるよ。え、今の2回聞いただけでいいんですか？うん、俺はな。まあちょっとやってみましょう。なんかまあドラムもなんかそんなに、ドラムそうやな、ドラム多分こうシンコペっていうか食って、うん、あとなんか四つ打ちみたいな感じでしたよね。うん、うん、じゃあちょっとやってみようか。おお、できるかな。これやったら最後通して終わりかな。あ、じゃあとりあえずサビ、それをサビだけ。うん、じゃあ行きましょう。はい。って行くと思うね。なんかドラムのフィルと一緒にみんなでこうバスって止まりますよ、ね。あ、そうやったっけ？そこだけ合わす？多分流れ小説もあってるかな。でもコードも繰り返しやっちゃってるけど、多分途中結構動いてんねや。あー、でもちょっともう一回サビやし、ちょっと再確認して、はい、もう一回ちょっとやってみる。やってみましょうか。うんうん。決めとかはちょっと多めに見てもらって。まあね、さすがにそこまでは。俺も多分コードほぼほぼ同じことやってるから。あー、途中結構動いてんねんけど。はいはい。まあ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 、めっちゃむずいっすよ、やっぱ。むずいな。てか最近の曲むずすぎ。ちょ、もう一回いいっすか、もう一回いいっすか。え、これサビ終わりっすよね。これサビ終わり。あ、でもサビ終わりかっこいいな。かっこいいっすね。多分ギターとしてはめっちゃここ、さすがにちょっとな。ちょっともう一回だけ、ちょっとできるかわかんないですけど。通します、最初から。まあ、通。まあまあ、ここはもうちょっとむずいわ。まあ、正直イントロもちょっとあんま覚えてないですけど。そうやな。ちょっとやっ、まあ、とりあえず通すか最後に、まあ、成果発表と言いますか。そうですね、ちょっと成果発表、うん、とりあえずイントロからですね。そうやな、ちょっとイントロからサビまで通して終わりますか。はいはい、はい、いやー、どんなんだっけ。じゃん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 。覚えゲーよな、ここまで来たら。いや、マジ覚えゲーすごい。暗記できるかどうかみたいな。暗記力がすごい。なるべく止まらずに、まあ、ノリで行きましょう。止まらないことも目標に。うん。行きまーす。
ました、あずか。あずか、今のさ、さあ。さあ入りましたね。さあ入りました。さあか。もう、やっぱドラムってむすんやっぱ。さすがにやっぱあの、1、2回聴いて、うん、はい、ギターとって言われると、結構っすね。いや、自分も持てばいけんじゃん。そのギター気にせず、はい、もう先導するぐらいの感じで。あ、そっか。もう一回、今日はもう最後までできたしな。ちょっともう一回、もう一回ですか。もう一回。ちょっと待って、あの、10秒ください。ちょっと10秒集中しますね。あ、30秒。あの、確かにこの曲、まあ、構成がややこしいというか、ちょいちょい拍がなんか変わんねんな。ちょっともう一回、いきましょう。いいっすよ。お願いします。いきます。あ、ちょっと待って。じゃんじゃんますか。いきます。ディ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 じゃーん。あれ早く、あ、僕がずれてました。うん、ひろきが遅かった今。じゃん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 。あー、そっか、行きましょう。それ失礼いたしました。よしよし、行きましょう。ワン、ツー、行きましょう。1時間40分あればコピーできるということで。いや、孫さんマジすごいですね。まあまあまあいけたっしょ。え、この前のアイドルの時より全然曲聴いてないんで、これ。まあ確かにな、ほぼ聴いた回数で言ったら少ないと思う。めちゃめちゃさらっと聴いただけだったんで。まあいけましたね、今回も。いや、すご、まあ、これね、また再生好評やったら、またね、なんか人気曲出たらやりたいよね、継続的に。孫さん音感ないとかこの前言ってましたけど、多分あると思うんですよ、これ。いや、あるよ、あの相対音感はあると思うよ。そう、絶対音感はないけど、で、音を聞いたらそれを基準に音を探していけるみたいな能力、はい、いやすごいっすよ、マジで、うん、マジで。まあ、そのね、やっぱ覚えるのと、はい、あと、まあ、ミスるはあるやん、そんな、まあ、反復練習してないからさ、はいはい、やっぱミスったりするけど、まあまあまあ、で、まあ、完璧にいけたっていうことで。なんかよろしいでしょう。構成覚えるのも早いし、フレーズも早いし、まあね、それは。まあね、人気、まあでもそうですね、今回やらせというか、やらせと言いますか、なんかそういうのないですから。やらせじゃねえや。やらせなんか一回もしてないですよ。まあ今回はあのね、孫さんが練習してきたとかないはずなんで。ないえ。じゃあまたこんな感じでね、また次回、なんかどれぐらいかな、まあ、まあ新曲、いい曲ね、みんながなんか好きそうな曲出たらまたやりますか。そうですね、ちゃんと2人でまた選んでやれば。嘘やな、その場で。いや、すごいっすね、マジで。か、別になんか俺がまた持ってきてもいいしな。いや、それはやめましょう、ちょっと怪しいんで。あ、でも実際すごいっすね、今日。まあ僕というか2人でね、うん、その場で選んでやった割には、うん、マジで練習してきたかのような、本当に。そう、あ、でも見てる視聴者わかると思うね、ギタリストの人とか。あ、まあこれぐらいやったらいけるやろみたいな。あ、そんな難易度的に聞いて。ああ、マジですか。え、ドラムどうやった、ひろき。ドラムとか以前にやっぱ曲の構成とかが全然頭に入ってないんで、なんか、ああ、流れが覚えれないみたいな。流れもそうだし、まず曲が頭にないんで、なんか、ああ、なるほどね、まあ、確かにその辺ちょっとグダってたもんな。もうグダグダの適当でしたよね。やっぱ俺やっぱギター聴きつつ、はい、構成流れも聴いてるから同時に。わあ、すげえ。やっぱその辺の差かなっていう感じはするけど。そうですね、そうです、さすがっす。じゃあまあそんな感じで、またあの好評なら次回やりたいんで、またやりましたかね。わかりました。はい、じゃあちょっとまた、はい、次回も、ね、そうですね、お願いします。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。はい。孫さんすごいっすね、マジで。いやいや、まあ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 、でもまあいけたんちゃう、流れ的には全部いけたよ。まあそうっすけど、なんか全然マジでできなかったっす、ね。まあね、まあ、初見やったらそんな感じで。孫さんはだって初見じゃないですか。いや、俺実はあれやね、あの
いや、マジですか。ええ、ちょうどあのカバー動画上げようと思ってて、この青のすみかの、はいはいはい、はい、それでマジこれあれやで、そういうつもりじゃなくて、はいはい、たまたまカバーしてて、最近ガチですか。ついほんま3日前ぐらいからカバーし始めてて、はい、でひろきと曲選んでる時に、えひろきがなんか青のすみかやりたいって言うから、いやだからそんなご利用してたんですか。なんかいや、まあ俺ご利用してたっけしてましたよ。してた。だからいや、まあまあまあ、それはどっちでもいいけど。あ、じゃあ何ですか。じゃあ今回も練習してきた、してた。いや、なんかやらせみたいになるけど。いやー、まあそれはまあ、まあ、なんかほぼ初見よ。通りでね、なんかちょっと早い、うん、なんか覚えるの早いなと思ってたんですよ。なんかまあでもむずいなこの曲な、やってて思った。やっぱ初見じゃあんな弾けないですか。やっぱ初見じゃ無理やと思うね。むずい。あのアルペジオとか絶対無理やと思う。そうっすよね。だってあんなスラスラ普通弾けないっすもんね。ひろき相変わらずやったけどな。まあそうっすね。まあ初見なんてあんなもんっすね、やっぱ。まあね。だね。やばいな、もう時間が。時間がないで。はい。お花撮ってますから、これ。撮ってんの？